ポルシェ908、ポルシェ908、ポーシュ908は1968年の国際自動車連盟のスポーツカー世界選手権規定改正に合わせてポルシェが製作したプロトタイプレーシングカーである。1968年から FIA のレギュレーションが大幅に変更され、排気量3リットルまでのグループ6、スポーツプロトタイプと5リットルまでのグループ4、 スポーツで争われることとなり、それまで、フォードやフェラーリの大排気両者に対して不利な戦いを強いられてきたポルシェにとって、総合優勝への道が開けた。そこで、フェルギナント・ピエヒ率いるポルシェ技術部門は新たに、997cc の水平対向8気筒エンジンを開発し、前モデル907の車体をベースとした908を開発した。 1968年途中にクーペモデルとしてデビューし、翌1969年にはスパイダーボギィに改装され、ポルシェのメイクスチャンピオン初制覇の原動力となった。水平対抗12気筒エンジンを搭載する917に主役の座を譲った後も、プライベーターの戦力として1980年代まで走り続けた。 新開発のエンジンは 2997cc、強制空冷式 DOHC に、バルブ水平対向8気筒、908型。ボッシュの機械式燃料噴射システムを採用し、350hp、8400rpm、32.5kgm、6600rpm を発生する。カムは、ギアと、チェーンで駆動される。 このエンジンは1967年のムジェログランプリで910に乗せてテストした2リットル DOHC 水平対向、6気筒エンジン916型化出発しており、従来の1962年フォーミュラ1エンジンをベースとし、シャフトとベベルギアでカム駆動している7711型水平対向8気筒エンジンとは全く別物であった。 クランクシャフトは9メインベアリングで、クランクピンが90度ずれた2プレーンタイプ、771、1型は180度以上のシングルプレーン。排気管の取り回しを優先した設計だったが、2次、慣性力の振動に起因するオルタネーターの故障に、たびたび悩まされる結果になった。冷却ファンは771、1型では、エンジンの上に水平に置かれていたが、 908型では垂直に配置され、クランクシャフト前端からベルト駆動された。トランスミッションはトルク増加に対応して5速から6速に変更された。クラッチはエンジンとトランスミッションの間からトランスミッション最後尾へと移された1960年代初頭のフェラーリア966年の BRMF-1 に採用例がある。 車種は基本的に907の構造を引き継いでいるが、13番目の個体以降はフレームの材質が交換からアルミニウム合金へ変更され、20kg 軽量化された。タイヤは初期は13インチで、1968年シーズン途中から15インチが投入された。ボディも九百七と告示しており、ノーズのオイルクーラーのエアインテークが 識別ポイントだった、907は長方形、908は長円形。15インチタイヤ装着のため前後フェンダーを広げた、結果、907よりも空気抵抗係数が悪化した。テールには左右2枚のフラップを備え、左右それぞれが別個にリアサスペンションと連動して行革が化する。1968年に日産、 R381 も似たコンセプトのに、分割リアウィング、エアロスタビライザーを採用しているが、日産式は左右がクロスして連動する機構である。直線では35度を保ち、ダウンホースを発生するが、旋回中に車体がロールすると外側では角度が減り、ダウンホースが減少。内側では角度が増え、ダウンホースが増加する。これは1968年後半。 ワットキンズグレンで初めて採用された。ワークスドライバーのビッグエルフォードによれば、高速コーナーでは効果があるが低速コーナーでは意味がないという。サルトサーキットやモンツァサーキットなどの高速コースでは空気抵抗の少ないロングテール使用908リットル H で出走した。テールの左右に小さな垂直安定板があり、それらを橋渡しするプレートの左右に 可変フラップが付いているのが特徴的である。1969年に施行された規則変更により、最低重量やラゲッジスペース、スペアタイヤ、ウィンドスクリーンの最小寸法などが廃止もしくは緩和された。グループ6でも屋根なしボディが認められたため、ポルシェは908を軽量なスパイダーボディへと改良した。908スパイダーと表記されることも多い。 エンジンはトラブルを解消するため、シングルプレーンにされ、トランスミッションも通常のクラッチを持つ5速仕様に戻された。車種はクーペから変更がないが、リアオーバーハングを切り詰めて、フレームを省略した。初期にはフレームにクラックが入りやすかったため、不活性ガスを封入し、ダッシュボードに圧力計を置いた。車重は 660kg から 630kg へと、 大幅減。空気抵抗は増加し、最高速は時速 280km であったが、機動性は高く中速サーキットでは無敵となった。シーズン後半戦のニュルブルクリンクでは、風洞実験で改良された新型ボディが登場した。このボディは前後フェンダーアーチ間の抑揚がなくなり、のっぺりした印象から、フラウンダー、ひらめとう、ニックネームで呼ばれた。他にも、 操縦席のウィンドスクリーンがなくなり、エンジン髪型の開口部が閉じられたという違いもあった。908-02でも、可変フラップを搭載していたが、この頃やはり可変ウィングが流行りであった。第一で、ウィングの脱落など危険が多いと判断した FIA が、空力パーツはいかなる稼働も禁止としたため、1969年のルマン24時間レースでは、 固定状態にして出走し、また 908LH に加えて、ロングテール仕様の 908-02LH も一台、出走した。1970年には、後継者の917が、主戦となっていたが、険しい峠道を走行する、パルガフローリオでは大柄な917が不利になる、ことから、908-02をベースに軽量化と、 運動性能を追求した908-03が投げ入れた。また、同じくテクニカルコースのニュールブルクリンクでも使用された。エンジンは370馬力までチューンされ、重量配分を改善するため、それまでリアにオーバーハングされていたトランスミッションがエンジンとディファレンシャルの中間に配置された。エンジンが前進した分、操縦席も前寄りに移動した。 このレイアウトは1968年のヨーロッパヒルクライム選手権で使用した909ベルクスパイダーを元にしている。車種はパイプワークが見直され、乾燥重量は 530kg という、ブレーキディスクは穴開けになった。ホイールはフロントが13インチ、リアが13もしくは15インチ。ボディは908、02後期型、ヒラメと同じくフラットで、 ヘッドライトを廃止し、フロントをダルノーズに変更した。ワークスマシンは識別用に4種類の異なるカラーリングで塗り分けられ、ノーズ右側にトランプのマークも描かれた。1971年シーズンにはテール左右に垂直フィンが追加された。ワークスから放出された908はプライベーターの手で現役活動を続けたが、1975年に ヨーストレーシングの提案で九百十一 r s r ターボに搭載されていた二千百四十 c c 水平対向六気筒ターボエンジンが供給され、ヨーストチームの九百八零三車種番号零三から零零八に搭載された。このマシンは九百七十六年にボディワークを刷新した後、九百八十一年まで選手権に出場し、番機には九百八 レイヨンという名で呼ばれた。様子とは1980年のルーマン24時間レースで908、80というマシンも使用したが、こちらは936の改造マシンだった。4月のルーマンテスト走行で初披露され、選手権第4戦モンツァ 1000km でデビュー。第6戦ニュルブルクリンク 1000km で勝利したが、オルタネーターや前輪のベアリングに、 トラブルが多く主戦力はならなかった。ルマン24時間レースでは予選1位から3位を独占したが、本戦はスイスチームの907に次ぐ3位が最高成績だった。旧型ながら出力にまっさるグループ4のフォード GT42 シリーズタイトルをさらわれ、これがポルシェ917開発の契機となった。第8戦、ワトキンズグレン6時間レースでは当時イギリスで、 活躍していた、イクザワトールが昇平され、日本人として、初めて、ポルシェワークスの一員に加わった。第2戦セブリング12時間レースで908-2がデビュー。中低速コースでは9 0 8 0に、高速コースでは908リットル H という体制で、戦った。上司フェールや、ブライアン・レッドマンのドライブで、BOAC50 マイル、ブランズ、ハッチ、 モンツァ 1000km、パルガフローリオ、スパフラン・コルシャン 1000km、ニュルブルクリンク 1000km、マトキンス・グレンで勝利し、ポルシェは、選手権10戦中7勝、最終戦オーストリア GP では917が、初勝利を挙げて、メイクスチャンピオンシップを初制覇した。ルマン24時間レースでは9 0 8リットル h が3台、908、レーニール h が1台。 917が2台という物量作戦で初優勝を目指したが相次ぐトラブルによって脱落。生き残ったハンセ・ヘルマン、ジェラール・ラルース組の908リットル H がフォード GT40 と歴史に残るデッドヒートを繰り広げたが最終周回のバトルに競り負けて120メートルの差で敗れた。ウドシュッツが2位を走っている時に同じチームのハンセ・ヘルマン、 ジェラール・ラルース組の908リットル H を相手にデッドヒートを演じた末にクラッシュするという不祥事があった。この不祥事がなければ間違いなくこの年ポルシェは排気量3リットルのマシンで5リットルのマシンを打ちまかして総合優勝するという快挙を達成していたはずであった。この年の日本 GP には滝レーシングの依頼を受けてポルシェワークスが来日し、 ハンス・ヘルマンと田中健次郎が908、レーニをドライブした総合7位。1969年シーズンを最後に、ポルシェはワークス参戦を休止し、それまでライバルのフォードチームを運営していた、イギリスの JW オートモーティブに活動を委託した。1970年のタルガ・フローリオでは908、3が1、2、4、5よ独占。 ニュルブルクリンク 1000km では、セミワークスのポルシェザルツブルグから出場した908-03がワンツーフィニッシュした。また、俳優のスティーブ・マック・イーンが映画、栄光のルマン撮影用に908-02後期型を購入し、ピーター・レブソンと一緒にセブリング12時間レースに出場して2位を獲得した。ルマン本線ではこのマシンがカメラカーとして走行した。 1971年は、パルガフローリオで、アルファロメオ T33、3に敗れ、このイベントでの連勝記録が5でストップした。ニュルブルクリンク 1000km では、マルティーニレーシングの908、03が優勝した。ヨーストチームの908、03ターボ、908、04は、選手権シリーズにおいて1976年に一勝。 1979年に2勝を挙げている。日本においては、風戸博が個人購入した908-02後期型ナンバー90802024で富士グランチャンピオンレースに出場し、1971年の最終戦で初優勝した。風戸の死後、このマシンは講演者が経営する山梨県のレストランに長く展示されていた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。